M6 はサソリ座にある三階星団。明るい星がまばらに存在する星団で、羽を広げた蝶に似ていることからバタフライ星団という名前もある。明るい星の色は白か黄色である。明るく鮮やかな大々色の星が1個あるが、これは半規則型変更性のサソリ座 BM 星で約850日かけて5.5等から7等まで明るさを変える。 極大高度の時の理想的条件で、肉眼で M6 と分離して見ることができる。南方の空の暗い場所では、満月の明かりの下でさえ肉眼で煙のように見える。肉眼でも数個の星が分かれ、観測ではあまり倍率を上げない方が良い。合計5センチメートル程度の望遠鏡、あるいは双眼鏡で十分である。M7 の近くにあり、双眼鏡では同視野に入る。 後継10センチ1 0トルの望遠鏡では、視野型の接眼レンズで低倍率で見ると全体を一辺に見ることができ、素晴らしい眺めになる。後継20センチ2 0トルの望遠鏡では背後にある、この星が見えてくる。形は、蝶、大の字、赤トンボに例えられる。形を蝶に例える人は、3から4個連なった星が、蝶の2つの触覚であるとしている。これは、 右の写真でも、写真の右上に確認することができる。蝶といってもアゲハ蝶のような形ではなく、蛾のような形が想定されていて、右の写真では、右上が頭で、左下まで胴体が続いており、そこから左右に羽がついている形となっている。イタリアの天文学者、ジョバンニ・バッティスタ・オディエルナは、1654年以前に、 初めてこの天体の記録を残したが、それが世に知られたのは1980年代になってからである。1745年から1746年にかけてジャン・フィリップ・ロワド・シェゾが独立して再発見し、ここに非常に綺麗な星団があると記録している。ニコラ・ルイド・ラカーユは小さな星が三畳体上に連なる。そして、ひし形を作っているジョン・ハーシェルは、 主星の七等星は美しく大きい。十から十一等の星の集合。一つが七等、もう一方は七から八等。とした。これを1764年に見たシャルル・メシエは、肉眼では星のない星雲上であるが、昇降系では星眼とわかるとして彼のカタログに加えている。なお、ロバート・バーナム・ジュニアは、クラウディオス・プトレマイオスが、 隣の M7 を観察中に、この M6 も観察したかもしれないとしているが定かではない。ありがとうございます。